溺れてあんたに叱れ、生きることにもため息ついて、一人口紅抜き取りだけの生き方だけなら寂しい。こんな夜には少しお酒で涙も開いてしましょう。そして抜け殻パジャマあなたの代わりに、時は明日を知れてくるけど、過去のどこかで迷子になってる。夢の続きを誰かに見ても若くないから、明日が怖い。一人ごとなら愛するだけで、本当は何にもいらない。だから鏡に映る私に思い出話しましょう。そして枕を抱いてあなたの代わりに、時は明日を知れてくるけど、今もこの部屋残しているから、こんな夜には少しお酒で涙の開いてしましょう。そして枕を抱いてあなたの代わりに、時は明日を知れてくるけど、過去のどこかで迷子になってる。こんばんは。こんばんは。素晴らしい。もう何も言えない。いやー、感激しましたね。ありがとうございます。ねえ、はい、素晴らしい甘い声で。ありました。ということでね、5月7日ですね。午後7時になりました。はい。いやー、本当に今日はね、素晴らしい甘い声で始まりまして。もう言うこと忘れちゃったね、はい、今日の気温はまあいいやね、はい。新聞今ね、もあの帰ってきて新聞を見たんだけどね、野党国会審議復帰、それからですね、県の防災ヘリ墜落してからね、1年2ヶ月運行再開って書いてあるんですね。はい、これはまあいいとしてね、あ、紹介しなきゃいけないですね、はい。石山隆二さん、はい、でね、これが歌名、はい、芸名ですね。芸名です。本名もあるんですね。本名は石山隆史あですねです、はい。本名もあるそうですね、はい、はい、ということで、いや素晴らしいですね、はい、はい。今ねこう、はい、素晴らしい歌を聴かせてもらったんだけれども、はい、どんなところでこの活動されてるんですか、日頃は。日頃はもう、もちろん
松代。松代をオンリーで頑張ってるんですが、まあ違うところにもたまには呼ばれて、あの歌いに行けますけど、あの松代の先生がいるんで、あなるほど、先生にいろいろ紹介されてます。そうですか。はい、まあこのね、歌がすごいお上手なんだけども、歌は本職？歌は本職でやりたいんですけど、うん、まあとりあえずフリーってことで、あ、フリーで、はい、やらせてもらってます。じゃあ、フリーってことは本職もあるん？はい、本職は実を言うとタクシーの運転手で、あ、はい、まあ、そこら中うろちょろしてます。運転しながら歌ってる？あ、そうだね。そういう時もありますね。あ、そう。はい。あ、そういう時はもう窓閉めっきりの、うん、あ、そうだよね。はい、ちょっと山行ったら帰り際に思いっきり歌ってくるとか、うん、そういうパターンですね。そうですか。いや、素晴らしい歌声なんだけれども。ありがとうございます。そのいつからこういう歌を歌ってるんですか？歌はですね、うん、子供の時から実は、うん、子供の頃から歌ってるんだ。ずっと好きで、それであの、うん、楽器の頃ですね、うん、まあ17、18の頃に、うん、はい、初めて飲み屋さんのカラオケっていうのを連れてってもらったんです。17、18で、はい、いいなぁ。それで行って、うん、足手まといったと思ったんですね。ほうほうほう。そしたらあのカウンターにいた2人のお客さんが、うん、あのあまりの自分の音痴さに、うん、お客さんが帰っちゃったんです、うん、そしたらマスさんに罰金だって言われて2万円を請求されたという何、うだうだったらお小遣いくれるんじゃなくて、いや、あの罰金 2万取られて、それで歌やめようと思ったんですけど、うん、やっぱり好きで好きで、うん、それってあれ、その好きでただサービスで歌ったんでしょ？あ、そうです、そうです。ただ、うん、あの普通に初めて歌ってみようかなって思った気も、うんうん、そんだけなんですよ、はあ、そしたらお客さんが2人帰っちゃったんで、うんうん、もうそこのマスターとしては大打撃ですね。大激怒して、はい、激怒してからおめえの歌を歌ってみんなケチまったじゃねえかって、はい、だから金払え、罰金だ、罰金だ、はい、17の時の2万とはちょっときついですね、うん、きついよね、はい、はあ、それで歌手になったの？それでそうじゃねえなそれで悔しくてあ、そうだよね、悔しくて練習したんですよ。あ、友達の家にあったカラオケの機械を借りて、うんうん、マイクにヘッドホン、うん、もう曲はもう耳にヘッドホンから直流れてきますね、うん、であの周りからしてみたら、うん、ボソ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 言ってるだけなんですけど、うん、ここにはもう大音量でバンバン自分の声が聞こえてくるわけですよ、うんうんうん、で一生懸命練習して、うん、それでなんとか歌えるようになりました。あ、その17の時にそんな罰金取られて、はい、いつ頃からじゃあ本格的に人に人様にお聞かせできるような歌になったの？それはですね、うん、30過ぎです、はあ、30過ぎぐらいからまあ飲み屋さん行ってうまいねっていうような言葉がちらほら聞こえ始めて、うん、それで今に至ってます、はあ、はい、いや今歌えば素晴らしいって言うでしょ、もちろんね。ああ、まあ、まあ、素晴らしい、ね、ありがたいです ね、 ね、はい。これでまあその月にどのぐらい、月はそうですね、だいたい、まあ、仕事をやりながらなんで、うん、まあ、2回ぐらいがせいぜいですね、はい、だいたいそういうような飲み屋とか教室、あ、教室、会館、うん、それとかあのボランティアであの老人ホームに行って歌ったり、うんうんうん、いろいろやってます、はい、そうですか。それ松代にもちょくちょくおいでになるんですね。あ、松代はあの文化ホール、あそこでも3、4回歌わせてもらってます。そうですか。あとじゃあ飲み屋さんとか文化ホールとか。そうです、そうです、行ってます。もう気持ちいいですよ、あそこは。音響が良くて。そうですね、あそこ音響いいって言うんですね。音響がいいです。だいたいレパートリーってのはどのぐらい？レパートリーは、まあ、真剣に歌えるっていうか、まあ、うまいねって言われるのはまあ、20曲ぐらいは普通に歌いますけど、うん、それ以上になるとやっぱりうんみたいな首かしげられる場合もありますね、はい。お、じゃあ先生についてやってれば結構こうレパートリーっていうか、まあ何でも歌えるわけだ。あ、まあ、まあ、勉強次第です、はい、勉強次第、はい、お、じゃあ本当にもう真剣になんだ
我々なんかね歌詞カードというかこう見なきゃできるんだけど、はい、見ないでできるのがだいたい二次曲、あ、まあだいたいそれぐらいはあると思います、うん、はい、やっぱりこの見ちゃえば見ちゃえば見るとね、カラオケでもそのなんだ、はい、歌詞を見るとできるんだ、はい、もう何でもできる、まあでね、俺たちだってできるからな、はいはいはいですね、まあ下手だけでいい運動です、ね、変なこと言って俺聞いたことないでしょ、あ、ないですね、俺はね飲むと歌うんですよ、はい、あ、そうですか、うん、だから今日もねほら、はい、飲んでないから歌えない、はい、飲むと歌い出すよ、うん、飲ませたらねマイク離されん、はい、あ、うん、困っちゃうね、いいじゃないですか、うん、はい、困っちゃうんですよ、はい、あとその各ね、はい、教室とか会場で、はいはい、その嬉しいことがあるじゃないですか、そうですね、やっぱ歌を歌ってて、うん、一番歌い終わるじゃないですか、うんうん、そうするとリュウちゃんリュウジーとかそういう風に掛け声があそういうのが来るともうその人の方を向いてこうやって手を振っちゃったりとか、あ、頭下げたりとか、あ、いろいろもう曲に合わせてリュウジーなんとか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 リュウジーとかって言うんだ、あ、そうです、もうそれも嬉しいですね、嬉しいな、あと他にもなんかいっぱいあるらしいじゃないですか、嬉しいことは。いやたくさん。よし。なんか、あの観客泣かせたってことあるらしいじゃないですか。それはあの老人ホームとか、うん、そういうとこ行って、うん、あのおばあちゃんちがいきなり泣いて、うんうん、感激して感激して泣いてくれて、ね、うん、嬉しいね。そうしたらもう、うん、帰り際に抱きついてくるんですよ、うん、あー、いいねー、リュウちゃん帰んないで、リュウちゃんもう一回歌って、ってあもう時間だからって自分ですけど、うん、最後にサービスで1曲歌って帰ってくるっていうのはあります、うんうん、はい、これは嬉しいことですね、はい、いいなぁ、やっぱりそのお客さんというか利用者さんというかね、はい、大切にしてるんだなぁ、そうです、いいね、あと、リュウジさん、はい、ポリシーがあるらしいじゃないですか、やっぱり歌を歌うには、うん、あのまあ人に心を届ける、歌を届けるみたいなそういう感じもありますし、うん、やっぱり歌を歌って姿勢を正しく礼儀正しくやっていこうかなと自分なりに思ってます、はあ、はい、はい、ということで、はい、あの他にも歌の他にもなんかこう素晴らしい趣味があるらしい、あ、ありがとうございま すか、ね、はい、これ実を言うとこの 前の方にあのこの折り鶴があるんですけど、うん、これはあの1枚の紙で4枚作ってあります、うん、それを重ねて、まあ、こういうふうにケースに入れとくと、まあ、それ何、じゃあ1段に1枚の紙なの、そうです、1段1枚です、じゃあ1枚で何話も作ってんだ、そうです、1枚4話作ってます、でこれをあの車のサンバイザーのところに引っ掛けて、うん、あのまあ、とりあえず守り紙みたいな感じでやってます、はい、こっちでは何ですか、これはですね、このオレンジ色のやつは、うん、これは15センチ四方の紙なんですけど、これが1枚の紙です、16枚います、これ1枚の紙なの、 1枚の紙です、これ、まあ、つなぎ目もないんですけど、はい、これを一生懸命作ってます、なんか松代に関わりのある素晴らしい折り鶴があるらしょ、あるらしょじゃないですか、そうです、そうです、何ですか、これはですね、どっかに、何、いえいえ、これはちょっと隠してありまして、すみませんね、うん、そこに入ってるの、これはよいしょ、よいしょ、はい、これある、それ何ですか、六文銭鶴と言いまして、ええ、ではあのまあ自分で考えて、うん、で真田丸とかそこら辺の時に真っ白の観光会館にプレゼントしに来て、まあ不審人物かと思われたと思うんですけど、うん、プレゼントしてみました、はい、はい、ありました、すごいですよ、素晴らしいですね、これ作るにどのくらいかかるんですか、これは4時間かかりました、うわー素晴らしい、4時間かかって、それでまあケースに入れたりするとまたなおさら綺麗なんですけど、うんうん、なるほど、まあ、とりあえず今日は裸で、はい、ね、すいません、まあ、素晴らしいお話、ね、伺っているんだけども、最後に、ね、もう一曲聴かなきゃいけないんで、あ、そうですか、ありがとうございます、ね、最後にじゃあ私今日あの音響担当もしてるんでね、ちょっと音響の方、すいません、ね、よろしくお願いします、ちょっとお待ちくださいね、はい、すぐに入りますからね、通してください、はい、
はい、それでじゃあいいですか、スタンバイ。はい、大丈夫です。いますよ。はい、叶わぬ恋と知りながら二人で歩いた思い出を、あら幻で一度でし、私の心を伝えたい。出湯の里にも木枯らし吹いて、毎週枯れ葉が涙のように、あなたの優しさ恋しくて、二人で北宿訪ねてみたの、あら夢でも叶わない、私の体を温めて。はい、素晴らしいでしょ。そうだね、宮沢さん歌えばよかったね、もう少し時間欲しかったね、そう、あの、うん、いっぱい出ないと俺は歌えないです。やっぱりそれか。そうですよ。あ、じゃあケーナは、ケーナ、ケーナ、ケーナは飲まなくても、飲まなくて大丈夫、うん、いや、だいたい、ね、飲まないとね、ケーナ吹くよりね、ホラ吹く方が、ああ、そっか、やっぱりそっち来ちゃったか。そうそうそう、はいはい、はい、じゃあ、はい、こういう形でね、まっすぐ歩き、はい、はい、松木、だな、テクテク街歩きっていうのはね、ちょっとやまあ、噛んじゃったね。これでね、あの長野市もそうなんですけど、一応松代も含めてね、こういう形で、はい、はい、ですね、5月の19日、はい、こちらにあります。これでね、またちょっと募集をかけてますのでね、ぜひご参加いただきたいなというふうに思います。それとあとはね、5月の29日もこういう形でも、またこの上の方ね、はい、これもやりますのでね、はい、ぜひご参加いただければありがたいな、はい、で町歩きセンターにね、こういうのね、冊子を置いてありますのでね、ぜひ、取りに来ていただいて、参加していただければありがたいなというふうに思います。よろしくお願いします。はい、はいはい、ということで続いてですね、はい、はい、来週のしゃべくり松代、はい、ね、今ね、六文豪っていうのやってるの知ってる？はい、知ってますよ、うん、どういうの？ここにあるよこういうのここにあるよ。あ、そこにある、分かる分かる、分かった、六文銭くれるのね、はい、はい、
それをもってね今ちょっとやってますので、お店いろいろとねありますのでね、そこへ参加していただければ、まあいろんなものを買っていただいてね、お店によって値段が違うんですよ。はい、うち松開センターはね1500円以上買っていただくと1つあげるっていう形でね、6つ集まったらね観光案内所を持っていくのね。そうするとねそこでね2種類のね、なんていうかね希望のものをねくれるんです。でどっちか選んで、何でもくれない、だから2種類って言ったじゃないですか、2種類のものをあげるの、ね、その中から1つ選んで、はい、それでもらっていくという形です、まあね、1年間ぐらいはやってますんでね、ぜひね、お願いしたいなというふうに思います、はい、でお知らせなんか何も言ってない、ああそれをね、だからそれについて一通り説明をしてもらう、ね、いきさつからどういう形で、こういうことをやるって。パーソナリティー私やらせてもらいますんでね、お客さんは、はい、お客さんはね、うん、宮坂酒造ってあるじゃないですか、 知ってますよ、ね、あそこの社長に来ていただいて、あのねここでもってね、ま、あのあれ、これキャンペーンやってるんですから、そこのね作業部会の会長さんね、はい、うん、お酒ねあそこへ行ったらね、あの無料で試飲できるんだ。宮坂さんいつも行ってるでしょ。いや行かないです。行かない、いや宮坂だけだね、ちょっとね違うの、これね今の宮坂よりこっちの宮坂の方がすぐそっち行っちゃうね。分かりました。じゃあ来週はそんな形でね、ちょっとお酒の話も出るかな、はい、うん、そんな形でね、ちょっとやっていただければいいかなというふうに思います。はい、はい、そんなことで、それではね、うん、来週はお酒の宮坂さんですね、まあ、そうです、社長をお呼びして、はいはい、それでは来週のしゃべくりの社長、どうぞお楽しみに、はい、お願いいたします。また。